東京の都心でタクシーの初乗り運賃を410円に引き下げる実証実験が始まりました。新橋駅から実際に410円でどこまで乗れるか試してみたいと思います。今メーターが変わりました。あ、そして目の前には三越銀座店がありますね。買い物にはちょうどいい距離ですね。国土交通省は東京都内での初乗り運賃を現在の2キロ730円から1キロ410円に引き下げた場合、利用者が増えるかどうか実証実験を始めました。新橋駅や浅草駅など都内4カ所の乗り場で合わせて40台のタクシーが初乗り410円になります。まあ、安くなるのは考えでしょうね。いいことですね。短距離で利用する主婦や高齢者などの需要を取り込むのが狙いで、早ければ来年春にも初乗り410円が正式採用されます。